じゃあこんにちは、さゆたかさん。さゆたかさんの一応優勝予想というのはセリーグはどこでしたか。いやいや、お前白子やっちゃな、お前知ってて聞く。いや、私もね、そうですよね、私も同じですよ。阪神ですよね、うん。で、まあ、4月は一回ちょっと低迷して、はい、まあ、そこから上がっていくというふうには予想はしていますが、はい、現在もう4月もね、半ば過ぎて、そろそろゴールデンウィークなろうかとしているところで。そうだね、はい、まだ布団から出れないんだよ。まだちょっと寒いね。寒い、うん、ドームじゃないし。あ、そうですね。やっと起きようかなってこう伸びをしてるよね。伸びをしてると、はい、いいじゃん、いいじゃん、うん、いや、ただやっぱ心配なのが、まあ、打率というか、まあ、チーム打率は現在セリーグの中で2割5厘、はい、これ6チーム中ワーストです、はい。でプラスアルファやっぱり気になるのがクリーンナップ、森下選手、はい、大山選手、佐藤輝明選手の成績なんですけれども、4月17日現在で森下選手が1割8分2厘、大山選手が1割7分5厘、そして佐藤輝明選手が2割ちょうどというところで、ちょっとこのクリーンナップが大丈夫かな。まあ数字持ってるからな彼らも。そうなんです、まあ、森下はちょっと心配だけど、やっぱり2年目というね、はい、まだ若さがあるからね、うん、だからちょっと心配だけども、まあ3人ともある程度の技術があってやってるわけだから、まあシーズン終わったら春先の心配は何だったのかなって、まあ、ちゃんと戻したねっていうように俺はなるというふうに信じてるんだけど、なんか、まあ、去年とまたなんかちょっと違うのかな。やっぱり、ね、全体的な雰囲気に飲み込まれてるという、うん。で、まあ、もちろん彼らがやらなきゃ勝てないんだけども、うん、なんとなく重苦しい雰囲気が、うん、オープン戦の時からあったよね、はい、ありました。これはみんなが作り上げてきてるんだよ、この雰囲気っていうのは。あ、自分たちで勝てばいいのに、うん、別に勝ちに行かなかったとか、はい、でやっぱオープン戦でも大事なのはやっぱ勝っとくっていうことだよ。で状態のいいチームっていうのは勝つよ、うん、だからその時からやっぱ心配はしてた。だから俺春先の4月はどうかって言った時に、うん、阪神は一旦低迷するって言ったじゃない、はい、だからここら辺が抜けてこないとさ無理なんだよ。そうですね、だからその抜けてくるにはやっぱクリーンナップが打ってほしいっていうことでしょ。そうなんです。でまず3番の森下選手なんですけれども、うん、ここまでホームランが3で打点が8で安打が10と、はい、まずこの数字に、いや、それは物足りないよね、うん、それはもう3割近い数字があって、はい、まあ、ホームランとか、うん、まあ、打点とかそのぐらいあれば、うん、だから出塁しないからさ、はい、なんか攻撃が閑散としてるんだよね。そうなんですよ、ね、だから、まあ、森下の場合はやっぱデータが回ってるっていうことだよ、うん、で大体外外外行くよ、はい、あんまり内側に冒険はしなくなった、うん、ね、外外外だからそれをやっぱ踏み込んで打てるようにならないと、うん、で彼はやっぱ引っ張りにこだわってる傾向がある。そうですね、だからなんていうのかな、チームがやっぱこうやって不振だと、うん、で自分が救いたい、まあ、それはやっぱフォア・ザ・チームだと思うんだよ、うん、で能力的にもあるんだよホームランを打てるね、はい、だからホームランを打てるところを待とうとするんだよ。確かに、だから外が今のところもう見えてないっていう状態になってる。ああ、そういうことなんですね。だから右に打っときゃさ、うん、右にも打てる技術あるからね彼は、はい、うん、だから打って次にホームランボールを待つとかさ、はい、だから失投ばっかり待っててもなかなか投げてくれないし、うん、まあ、状態が悪いっていうのを分かりながらピッチャーも投げてるから、うん、状態がいいバッターってやっぱ怖いんだよ、はい、おそらくなんか吸い込まれるように打たれるところに投げてしまうんだけど、うん、あ、状態が悪くて、あ、これ引っ張りに来てんな、じゃあ外でいいって投げると余裕があるから間違えないんだよ投手ってね、はい、だから、まあ、そこら辺の駆け引きをもう少し頭に入れてやるとどうなんだろうっていう違う結果が出るんじゃないかなっていうような気はするね。いや、確かにその一発欲しいとか結構思いっきり引っ張りにかかるようなスイングっていうのはしてるので、やっぱり本人もチームをなんとかチームのためにってみんなそうなんだよ、うん、それが悪循環を招いてるっていうことに、はい、まあ、早く気がついてほしいなって、その気持ちは一旦置いといて、うん、
やっぱり貢献をするには外をこう克服しておいて、うんうん、で大事なところでいやここを右に打たれると嫌だなって言ったところでインサイド待っとくとホームランボールが来るよ、うん、そういうことなんですね。そんなもんだと思うよ俺は。で去年のあの好調というか良かった時っていうのはそのまだ各チームのマークというか、うん、そこがちょっと甘かったっていうことですか。いやいやマークというよりも大体打ちに行ってたから。あ必死に打ちに行ってたから。だから去年と今年の違いはそこなんですね。だからまあ去年の方が必死だったということだよね、うん、で今年2年目多少慣れて、うんやっぱ劇的なホームランも打ちました。打ったその印象がやっぱあまりにも残りすぎてるな。そこ一回自分の中で解体した方がまあその方が近道だと思うけどね。基本はやっぱセンターだから。バッティングってホームランバッターでも何でもそうだけど基本はセンター、うん、センターからこう波状していくっていうね。はい、はい。であの今年のキャンプの時からずっとあのスイングだったりとかのことをあのやってましたけども、はい、それは特にもういやそれはね俺は間違いでもないし、うん、自分の意識づけ自分が成長しようとしている中の一つのことだと思うんでそれは全然関係ないと思うんで。あそこはじゃあ大丈夫、うん、だからそのスイングも印象づけるというかさ、うん、そういうことでやってるものが残ってればいいし、はい、でやっぱ俺は外だと思うんだよ。外の球ですね、うん、外の出し入れとか、うん、外のボールに対してどう反応していくか、うん、やっぱ怖いんだよここ間違えるとインサイドは、はい、一発があるから、うん、だからまあそこら辺をこう相手もどう考えてるのか自分はどう打ちたいのか、うん、でどこを待てばいいのかっていうことを、まあ、しっかり整理をしてね、はい、立つとだいぶ変わってくると思う、うんうん。続いて4番の大山選手なんですけれども、はい、ここまで打率1割7分5厘で、はい、ホームランがまだ出てません、はい、で打点が2、うん、で安打が10とちょっと打点がまあ2という数字なんですけれども、はい、大山選手、ねまあ、大山の打点っていうのはね、はい、やっぱこう次のサトテルが多いように、うん、やっぱこうつなぎなんだよねある程度のね、はい、そうだな阪神のあの打線で80打点、うん、でサトテルが100打点以上、はいまあ、そういうような感じになってるんだよ。だから打点は俺気にしてないんだけど、うん、やっぱ打ち方っていうのが、はい、こう横振りなんだよね、はい、本来はいいと。いやいや横振りでもいいんだけど、はい、やっぱ打てないから上から叩いてる感じがするんだよ。あだからね若干縦振りを意識すると体の開きも止まって、はいはい、打てると思うんだよ、ね、その打てない打てないってなると若干上からの攻撃になるんですか。なんかね今大山を見てるとそう思う。だからここで一旦落としたらいいよ、うん、こう下から、うん、下からこう落とした方が腕を、はい、その方が俺はスムーズに早く振れると思う。で体の開きも止まって、はい、だからそこをちょっとやってもらいたいなと思うんだけど、うん、できないよね。そうなんですよね。いやこう構えてこう打とうとしてるんだよ、はい、そうじゃなくてこっからこっちに落としてほしいんだよ、うんうん。そしたら幅ができるからボールも引きつけられるし、はい、こっからこうなると体の前で打たなきゃいけない、はい、体の中に入れてもいいから、うん、ここにこう落としてほしいんだよ、ね、技術的なことだよ ね、 去年の大山選手はそのこういう感じでいけてた、まあ、できてたりできなくなったり。あでもいい時は俺はできてたはずなんだ、はい、でも悪いしこう刺される詰まるケースが多いんで、うん、こう先にバットを出そうとしてるんだろうけども、だからそれが間違った方向に行ってる。そうなんですね。だからポイント前でとか、うん、いや違うこっちを落とせばいい。落とせば、うんうん、落とせばこっから幅ができるじゃない、うん、その分できますよね。こっからこうやったらこっちじゃない、前で球が速いのに、うん、あそうここで打とうとしたらなお速いんだよ、うん、そうですね。ここで落としたらここまで来れるから、うん、この分距離が保てるじゃない、うん、はい。だからまあちょっとそういうところをちょっと考えてみたらどうだろうって思うけどね、うん、見ていてね。そうですね、まあ、今年だから横振りで体は開く手は伸びる、うん、そしたら全部やっぱ詰まる。詰まってゴロだったりとか、だから右にしか結果的にはヒットが生まれない。あそういうことですね、うん、引っ張ったらゴロになる、はい、だからホームランの方が多分あんまり出ないと思う今の状態だと。今の状態ではね、うん、うん。
いやだから今年になって、ね、去年もなかった初めて4番を1回だけ外れる、まあ、みんな打順が変わりましたけれども、まあ うん、まあ、そういうこともあったり、その岡田監督なりのこう大山選手のまあリフレッシュじゃないですけど、何かこう頑張ってほしい、なんかそんなに負荷を負わないでほしいっていう、なんかそういう思いがあるのかな、まあ、責任感の強い男だからさ、うん、ものすごくこうプレッシャーも感じてるし、うん、そのチームの負けっていうのを責任感じてると思うんだよ、はい、でも一人でやってるわけじゃないから、うん、あんまり過度にね、はい、責任を感じないでやってほしいと思う、うん、そうです、まあ、必ずできるから、うん、彼はね、そうですよね、うん、で佐藤輝明選手です、はい、ここまで、2割ちょうど、はい、でホームランが2で打点が7で安打が12というところで、うん、私も目立つのはやっぱりそのチャンスでどうしても佐藤選手に回ってくる、うん、ってなった時のそのバッティングなんですけど、あのね、里寺面白いのは縦振りなんだよ、はい、縦振りのくせに体は横振りなんだよ、どういうことね、開いちゃうんですか、いやだからこういう手をこうやって森藤、はい、ほんで前に持っていこうとしたらどうする、こうですね、そうだろ、はい、里寺はこう行きながらこうなんだよ、あ、こっち行っちゃってるんですか、そうなん、だから全部前で捉えようとする、いやだからサトテルは構えておいて縦振りはいいんだよ、うん、縦振りはいいからこのバットをどこに吐き出すかっていうことだ、そうか、だからこっちに吐き出そうとするから全部体が開いて前に打たなきゃいけない、違う違う、もう縦振りは全然いいんだよ、はい、縦振りだったらセンターに出していかないと、うんうん、そのまま前にですよ、ね、そう、そしたら体って開いてないじゃない、はいはい、この状態が保てるようになったら、うん、あの子はどこでも入れれるからホームラン、うん、強く叩こうとしなくても、はい、縦振りでいいから入っていって、うん、センターの方に吐き出していけばバットを、うん、そのまま行くよ、うん、でもそれをこうやるからバットは縦振り、体は横振りじゃあさ、うん、今のところはちょっとバラバラに見えるよ ね、 ますね、あとはあの外の落ちる球だからセンターに持っていけば、はい、そうか、いけるのか、だからそうか、そうか、そうそうそう、だから縦振りの良さって体が開かないし、うん、インサイドだとここでこうやって打てるわけよ、そうかそうか、こう行けばいいんですもんね、こう手を、うん、でそっか返すよ、ほんで外のフォークだってセンターに持っていくよ、こうやって拾えるわけ、うん、拾えます、拾えます、そうだろ、はい、頭の中で分かるだろ、はい、だから縦振りの人は横振りになっちゃいけないっていうことだよ体がなるほど、開いちゃいけないってことですよね、開かないんだよ普通は、普通はだからなんで縦振りをするかっていうのは体を開かないから、なるほどな、なのに分かります、横振りの人っていうのは若干こう体が開きながら、うん、やっぱりインサイドに余計に入れてこないと打てないんだよ、だけど縦振りの利点っていうのは体が開かないで吐き出せるっていうことなの、うん、だそれを吐き出せるっていう作業をどこにするかっていうことをその意識だけで変わる、今どうして一緒に体が今度強く引っ張りたいんだよ、あ、引っ張りたいのか、引っ張るようなタイミングになっちゃってるんだ、だから縦振りってもう言えばここで振る感じだよ、バーンと、うん、そうですよね、そうでしょ、開かないですよね、そしたら開かないでしょ、うん、いやだからそれを横振りにしちゃうから前に行っちゃうからフォークボールに全部手が出る、そういうことか、そうそうそう、あとはその解説の方も言われてたんですけれども、例えば2ストライクと1ボールっていうふうに追い込まれてからのバッティングがすごく淡白に見えるというふうにも解説の方もおっしゃってたんです、これ巨人戦でもあったんですけど、これね、淡白に見えるっていうのはだから縦振りが横振りになってるから淡白に見えるだけでね、こう縦振りがセンターに吐き出すようになってくると、うん、ね、言えばもう全部レフトに持っていくぐらいの感じでいいんだよ、あ、レフトか、そうかそうか、そしたらボールはきっちり引きつけられるし率は上がってくるし、うん、あっちの方向にホームラン出てくるよ、うんうん、だからもう縦振りは横回転じゃダメだということだよ、そこなんですね、うん、そうか、だからもうそっくり返るぐらいで打たないと縦振りを、はあ、いうような感覚だよ、極端な話ですけど、極端な話、ね、ってことなんですね、うん、だからこんなのってさこんなのってそうですよね、そのうち脇腹やるぞ下手すると、そっかそっか、だからサトテルが良くなるにはやっぱこうセンターに吐き出す、縦振りはいい、ね、横振りに体をしない、吐き出すのがセンターから反対方向、はい、絶対上がってくるから、うんうん、間違いなく上がってくる、あと去年一昨年まで言われてたその打席での読み
っていうことに関しては別に読みなんかいらないんだよ。速いボール待っといて、ね、ボールは必ずここ通過するから、はい、待っといてポンって当てりゃあの子の力って入ってポーン言って入ってポーンポーンポーンって入るから大丈夫、心配しなくていい。じゃあこの3人の状態が上がってくるのはいつ頃なんですかね。いやこの動画を見て1週間後3日後ぐらいかな。見てくれるといいですね。多分見てくれるじゃん。多分見てくれるか。多分見て、いや多分ね、俺はそういう風に見てるけどね。うん、俺がバッティングコーチだったらそういう風なちょっとやってみてくれないかっていう頼みはするね。うん、で大山も少しこうやって構えてこっちに落としてきていいから、はい、ここに刀があるみたいな感じで、うん、抜く感じで打ったらどう。刀を鞘から抜く感じでっていう。そうそう、今なんかこういう感じで打ってる感じ、竹をこっちで切っちゃってるような形になってる、ね、それじゃあね、もうポップライフがボテボテだから、うんうんうん、だからここにこう持ってきて鞘をこっから抜く、うん、俺でもこっから鞘を抜く感じでは打ってたんだけど、はい、俺もよく回転だったんだけど、うん、大山がこれから縦振りっていうのはなかなか難しいでしょ、うん、ね、こう急にやるっていうのは、はい、でもここに落とすだけ落として鞘を抜く感じだけでいいから、はい、ちょっとやってみてほしいなと思う。ね、もしこの動画を見ていたらそうですよね。で森下はやっぱ外のボールをなんとかせないかって、うん、右方向右方向でね、やっぱり、ね、インサイド甘くなるとかインサイド付近のボールって強いっていうのはもう各球団が承知の助だから、承知の助、そうですね。いやだからそこに投げさすにはやっぱ餌巻きが大切だという。そうかそうか、うん、外のボールも右に持っていってればもう相手はインサイドももうホールしかないとかそうなってきますもんね。そう、もうできれば2打席ぐらいもう無理やりでも向こうに狙ってますぜみたいな感じ、うん、で3打席目4打席目の勝負になってくるじゃん、はい、ね、いやこいつ流しに今日来てんなみたいな、うんうん、そしたら来ましたガバーンっ て, ってそうかそうか、ほらやりましたみたいな、うん、ね、そうですよね。で大山はこうこっちに一旦下げといて鞘を抜く感じでやりましたみたいな。そして佐藤輝明は、ね、横振りにしないで縦振りはそのままでいいから吐き出す方向はセンターから左みたいな、うん、でやりましたみたいな、3人お立ち台みたいな。そしたらもう豊さんの動画が ねバズる。その時にはね、うん、本当に参考になったら、うん、あの YouTube で言われたことがすごく参考になった。ヒーローで言ってくれと言ってほしいよ。そうですね、ある YouTuber の動画、あるじゃダメ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 でしょ。高木豊さんの YouTube が非常に参考になりましたと。そうそうそう、バズりますね、はい、まずは見てくださることをね、ちょっと、まあ、村上も多分こうやったら良くなるっていうのがあるんだけど、ヤクルトの、ヤクルトの、いやそうなんです、はい、今それもやりましょう。でもこれは、うん、阪神のこの3人衆が良くならないと説得力がないわけよ。もちろんそうですよね、うん、そのためにもね、ちょっと3人衆が状態を上げてきてほしいですよね。そうそうそう、はい、多分糸原見てくれてるんじゃないかなと思ったら糸原坂本とか見てくれてる。あ、そこが伝達して、そこ言ってくれみたい。ぜひよろしくお願いします、はい。